はい、えー、漏れてる名前やったらごめんなさい「え <laughs>」と言って早速鶴岡八幡宮が漏れちゃったんだけど「えー、武田八幡工房大師ね」えー「あまり八幡宮、えー、白河法、えー、坂天の一条さだより武田真紀」とね。 で、えー、足利義経から足利義の親子ですね。でその子が甘利虎泰と,とこれ武田信虎ですね、えー。そして勝頼大崎玄藩徳川甘利信雄で徳川家康とそして私ということになるんですね。これがあのー 要するにまあ日本と言っても過言ではないところではありますねこれがねいわゆるこれが日本ですね漏れたところはごめんなさいね本当にあの、えー、天皇の名前が漏れてんじゃないかとかねえー 誰だろう,うそうねこうだから鶴岡八幡宮、えー、ね皆北条政子とかこういうのが漏れてますけども「ごめんなさいね」って言うしかないんですね。で一応こうあのまあこれは全て。 うちの家族ですねねこれみんなね <laughs> そういうところでですね守れた名前はこの例えば信雄ちゃんとかねで要するに何かっていうと武田家も伊沢の五郎文光からこう来ているんですがそれを全部そのまり家がね継いだということで。 名前えー、これうはうみんなあのうちの子たちがなっていったんだなっていうのがよくお分かりになったと思います。これが日本の国ですね。